おはようございます、こんにちは、こんばんは。バイオショック続きをやっていきましょう。はい、前回のあらすじ、とりあえずね、爆弾を作って、コアのところまで来たって感じですね。なんかボスの手前って感じな気はするんですけど、ここからもうすぐにライアンと戦うことになるのかっていうのはちょっとまだわかんないんですけど、とりあえず爆弾を仕掛けにじゃあ行きましょう。さて、なんか上をマグマが通ってんだよね。完成した電磁パルス爆弾を中心核に持っていけ。おーい、中心核何か出てきそうで怖いんで。死体警報短縮、新しいエンジニアトニック。セキュリティ警報が鳴りまくって耳が痛くなってきましたか。改良型の、どうしようか。金庫破り、ハッキング集中、これはオーバーロードタイルが2個減少する、急速を遅くする。これかな。あとこれは、オートハッカーか。エレキショット。ただ爆弾をヘパエストス最深部、爆発させた直後に何が起こるかなんだよな。怖すぎるだろう、明らかに。中心核エレベーター制御、上はあれなんだよね、多分さっき通ってきた場、さっきっていうか、前回通ってた場所なんだよね、おそらく。アトラスは何か約束したか。私の町を略奪し、その一部が報酬か。覚えておけ、君の報酬は背中へのナイフだということを。電子パルスを、なるほど。セキュリティアラート。うおお。マジか。目に見える防壁を陥落させたところで、お前に負ける私ではない。私の真の力は鋼や火にあらん。むしろ知性と意志にあるのだ。聞け、アトラス。このアンドリュー・ライアン、お前にくれてやるものなど何もないわ。どうしようかな。これじゃない、ここだったら、エレクトロ、よいしょ、エレクトロボルト、いてー、後ろかい。
くりした。注入器とりあえず買っておこう。ここはどこだ。あれステーション、さっきのヘファエストスじゃないよね。あー、ライアンオフィス。あ、結構戻ってきた感じか。こんなところにもイオンジェルが。爆弾作った時点でいらないんだよね。うん。はあ。ほんとびっくりするのだけはやめてほしいんだけど。さっきの敵どうなった？いて。どうしようかな。インターブラスト。よいっと。そしたら、シャッガン。バック。エレキショットじゃない、やっぱり。どうしようかなっていうか、シャッガン。あれすげえな。ただいまです。ちょっとね、もうここ最近ちょっとまた精神的に落ちてる部分はあるんで、あれちゃあれなんですけど、よし、なんとか倒した。お、マシンガン。セキュリティボット。これで、こっちに行って、これだ、あれ。こうして、これだ。これで、入れて、ほい。よ、あと下。これで大丈夫だよね。はい、OK。おまけに前回から若干時間も経っちゃってるんで。あ、もう一体あるのか。スタートハック。下に行く。下、そしたら、横に行きたい。ちょっと横のやつあった。そうして、さらに下に行くと。違う。そうだ。下、さすがに下行くのあるでしょ。OK。よし。ほい。おお、2体仲間ができた。さて、ただここでアンドリュー・ライアン戦うことになるのかな。怖いな。すげえバチバチいってるけど。レバー。大切なことは自分自身だ。君も自分が一番可愛いはずだ。それが自然の摂理というものだよ。まあね、誰だって死んじゃくはないからね。
ただ問題はその作者はカニペイの防水。はあ。さてこっからどうなるのか。いやいきなりラスボス戦なんのかな。子供はどうして成長するのにあんなに時間がかかるのだ。成長を加速させる必要がある。いやいや、あの子供は子供のね、あのその子のねスピードでね、あの成長すればいいんですよ。無理やり成長させなくったってね。はあ、レイヤーの執務室へ行く。あれ？お供がいなくなっちゃった。死体誰だろう。ライアンに立てついた人って感じかな。嘘だらけの本にさえ真実を見つけられることがある、うん、それはまさに万物の真実だろう。こうして直接対面し君には手を挙げられないことが分かった。だがこれだけは知っておけ、君には大変失望した。君のお友達にも聞こえているかな。アトラスよ、私を殺しても私の町を奪うことはできない。私の強さは鋼と火にあらず。それは寄生虫には決して理解できない万物の真実。生き、そして死すとき、創造と破壊。なんだなんだなんだ。我が子よついてこい。最後にもう一つだけ話がある。我が子自爆装置を仕掛けただと。君の時はキハだ。街全体を破壊するつもりだよ。街が吹っ飛ぶ前に早くやつをやろう。マジか。爆弾。ちょっと待って。これね、よし、お、繋がった。そしたら、こうして、お、いい感じだな。よし、何かあるか。宇宙に一応最大限にしておきたい。てか、なんか斜めってる？お、パスだな。できるだけアイテムは全部取っときたい。あ、遺伝子マークか。何がいいんだ？エンジニアトニック、フィジカルトニック。何かあったっけ。タカリア、イブ節約。イブ節約っていうか、イブリンクがいいのか。イブリンクに、ファーストエイドでもいい。うん。で、医療専門家。うん。まあ、こんなものかな。てか、全体が傾いている。お。初期段階。スーちゃん。初期段階、ピタチャンバー。クライアントはライアン・インダストリーズ。1段階目は完了。シンクレアとアレキサンダーが私に科学的根拠を説明してくれようとしたが、彼らのことは信じない。彼らは式
死ぬではない。もちろんライアンは自分の遺伝子に合わせてテストすることだけは許可するだろう。どういうことだ。じゃあ通れないのか。オフィスライアン、アンドリューライアン。とりあえず上がればいいのかな。道なり。よいしょ。さてと、よいしょ。なんだなんだ。降りたら怖そう。宇宙海ん赤子の状態。改良段階ロット111。私はスーチョン。クライアントは本店未来技術者。乳児は1歳。体重 26.3kg。今は19歳の健康体と同様の筋肉組織を持っている。まだ満足のいく結果ではないが、想定の範囲内だ。試験。それは君のワンちゃんね。とっても可愛いね。ありがとう、成長パパ。そいつの首をへし折れ。なぜ。その子犬の首をへし折るんだ。嫌だよ。恐縮だが、その子犬の首をへし折れ。ごめんね。いい子だ。何をやってんだ。子供に自分の飼い犬を殺させる。ラプチャー狂気でかい。で、あれだって。なんかいるぞ。アンドリュー・ライアンかもしかして。暗殺者は最後の防御を切り抜け、いよいよ私を殺しに来たようだな。結局のところ、人間と奴隷の違いとは何だ？金と権力か。いや、人間には選択することができるが、奴隷は従うのみだ。君は記憶があると思っているのだろう。農場、家族、飛行機、墜落事故、そして今、本当にその家族は存在していたのか、あの飛行機は墜落したのか、それともハイジャックにあったのか、強制着陸したのか、いや、させられたのだ。されたの？人間以下の何者かによってだ。優しい主人の冷酷な命令があって、やっと動き出すことのできる徘徊者にな。ん？殺しに来たのは人間か、それとも奴隷か。人間は選択し、奴隷は従うのみ。入るがいい。武器が出せなくなってる。じゃあ入るしかないね。いや、待て。ん？恐縮か。力のあることだな。なんか声がおかしくない？聞き覚えがないか。恐縮だな。恐縮だけど、そこの恐縮だが、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 あいつをやってくれないか。もう終わらせよう。ん？恐縮だ。座ってくれ。恐縮だ。立ってくれ。ん？足。止まれ。回る。人は選択し、奴隷は従うということだ。主人公奴隷だったってこと？殺せ！
あれ？人は選択できるが。なん？人は選択、奴隷は従うだけだ。何をやってんだ。従え。ああ。急いでくれ。ライアンの遺伝子キーを奪うんだ。恐縮だが、早くその機械に差し込んでくれ。恐縮だが。え？ライアンを殺す。どこに差し込めばいいんだ。とりあえず、机。これか？自爆装置オーバーライド。とりあえずこれで。どうした？よくやったな。さあ、このお芝居も終わりだ。お芝居？アトラス？すまんな。アトラスなんて存在しないんだ。最初からな。こういう仕事をやるには偽名はいろいろ持っておくととても便利なんだよ。私なんか6ヶ月間も中国人として過ごしたことがあるほどだ。中国人？しかし君はよく付き合ってくれた。だから正直に話してやらないといけないな。私の名はフランク・フォンテイン。フォンテイン？シンコ作られた。君がライアンから奪ってきた遺伝子キーをあの機械が処理し終わったら、私がラプチャーの全てを手中に収める。君はいい勇気だ。だが、こう言う。ビジネスと友情を符合するべからね。今までよく使ってくれた。ライアンにもよろしく伝えといてくれ。騙してたってことか。お、どうしようかな。ここはエレクトロボルト。これはまずい。いて、邪魔。いや。よし。行け。いい。お。あ。よし。ていうか助けてくれてる？あのリトルシスターが。おお、落ちた。真っ暗で何も見えないんだけど。あれ？大丈夫？ただ心臓の鼓動が聞こえたってことはギリギリ生きてるはずだよね。なんかもういろいろと目まぐるしくてっていうか、目まぐるしくいろいろ状況が変わっていって
よくわかんないな。ああ。ってことは、最後のボスってフォンティーンってこと？アトラスももう死んでたってことか。ん？テネンバウムか。ああ。よく戻ったわ。おかえりなさい。あなたが生まれた町よ。生まれた町。フォンテインのこと怒っているでしょ。真実を知ったのだから当然ね。あなたは彼の道具だったの。彼を救うためにラプチャーに連れ戻されたの。逃げ道を探せ。私の大切な子供たちを救ってくれて、うん、ありがとう。いい。フォンテインがあなたにかけたコントロールを少しだけ解いておいては、あ、ありがとう。今後は完全なコントロールはできないはずよ。だけど彼はまだ気に障るような指示を出してくることはできるわ。うわあ、お、スタミナ。それは私の。あなたの頭脳は、あ、ごめん。鍵と鍵穴から成り立っているのよ。フォンテインのほとんどの鍵を持っているけど、それが全てではないわ。うん。スーチョンがあなたの頭脳をデザインし、フォンテインに操り方を教えたの。マーキュリースイートにあるスーチョンの自宅へ行けば答えが見つかるかもしれないわ。洗脳から逃れる。スーチョンに、ただスーチョンはあれなんだよな。なんかさっき聞いた限り、彼は誰？彼が助けてくれた。なんかスーチョンはスーチョンであれだったよね。アスイド。なんか子供に犬を殺させるような。一緒に来て。ねえ。お、はい。じゃあちょっと道案内お願いします。女の子がたくさんいるな。彼よ、私たちを救ってくれるの。うん。彼は誰？来てくれたんだわ。来てくれた。おお、この先でいいの？さて、なるほど、隠れ家だからあれなのか。これ以上はあの子たちは出てこれないってことか。テネンバウムと手を組んだのか。相変わらずのおせっかい女だな。まあいいだろう、余興にはなる。だが坊主、これからビッグダディに踏み潰されてきてはくれないか。恐縮だがな。ふざけんなよ。どうした？恐縮するからビッグダディに潰されてこいと言っているんだ。いや、洗脳は解除されてるから。うん、君の頭の中で遊んでいるな。君がこれで踊ってくれなくても他にも方法はあるさ。コードイエローだ。コールドイエロー最大じゃね。君の脳に指令を送ったよ。心臓の鼓動を止めるようにな。何とは言ってもすぐには止まらんさ。だがそんなに長続きもせんだろう。なんてことを。それは君のワンちゃんかい？フォンテインのコントロールから抜け出せればあなたは復讐ができるわ。うん。そして彼の薄汚れの手からあの子たちを守れるわ。それは君のワンちゃんかい？とっても可愛いね。ありがとう、スーチョンパパ。スーチョン。その首をへし折れ。なぜ？その子犬の首をへし折るんだ。え、嫌だよ。恐縮だが、その子犬の首をへし折れ。ごめんね。このいい子だ。この子供ってもしかして主人公ってこと？マジか。だとすると、
これで上に行く。いや違うな。こうしてクソ横がもうない。これで上に行かせる。うわ、これはオートハック。なんでこいつ効かないんだ。よし、あぶねえ、よいしょ。すごいね。これだ。なんだこの曲は。これもうダメだな。ここからできる限り近道していかないとまずい感じか。上に行って
瞬間ワインワイン、ハッキング、そしたら、しゃあ、これは一回やられるしかないか。なんか今日はあんまり喋ってない気がするな。よし、ただいまです。ここはどこだ、自転車ん、二人いた？あ、違う。レッドヘッドスプライサー。こんなところがなかったよね、さっき。死体。いらねえか。くそ、さすがに難しくなってる。グレネードと、ああ、あそこか、わかったわかった、はいはいはい、何もない、よいしょ、スギッシュスプライサー、あそこに、ピアッシングブレッド、よし、おお、あれがいるよね。そこまでだ。私の新しい友人がすぐに君を捕まえに行く。奴らが君を人思いにやってくれるのを楽しみにしているよ。さて、行ってみますか。
追い回すだけなのか。倒した。敵倒しちゃった、もしかして。あれか、まだ生きてるのか。危ねえ。よいしょ。ダメージがでかい。マジか、はあ、リロードが遅いな。ショットガンかい。うわ、一応なんとかあれは頑張ってくれてたけど。ダメージ入ってないな。あれ、グレネード爆発しなかった？うん？えい。ペットガン。よし。申し訳ないな。とりあえず仲間たちのところにお帰り。うん。いやいや。人間のあらゆる面を改善したわ。性格の問題以外はね、ひょっとしたら魂を成長させるプラスミドがあるはずよ。きっとあなたの遺伝子にその秘密が隠されているわ。子供に贈り物を持たせるわ。きっとあなたの助けになるはずよ。おお、ありがとう。さて、じゃあ今日はこの辺で終わりますか。さすがにね。お彼よ、ジース。ヤザラガードのプレゼント。新しいコンバット。おお。それいいな。で、帰る。スリーヒートボルト。ああ。ミスター B のことは覚えてんのな。不思議なことに。フィジカル用ストニックスロット。よし。コンバットニック用。これも欲しい。
ダメージ強化装甲。インターブラスト。おお、3。ホーネットインフェルノ3。インフェルノ3欲しいね。よし。組織帯電。ああ、なるほど。どうなんだろう。ライフ増加。異物増加。よし。あれ、インフェルノ3買わなかったっけ。よし。セクロントラップ。こんなものかな。インフェルノなんかすごいことになってるけど。なんか罠にかかった。よいしょ。じゃあ今日はこの辺で終わりましょう。次回、なんか飛んでる気がするな。まあスーチョンのところに行きたいと思います。それではお疲れ様でした。